インスタグラムです。昨日フォローさせてもらいました。 JGTO 昨日フォローさせてもらいました。ライブなんですよね。そうです。頑張ってください。今トップタイのカカズベルミチプロです。皆様おはようございます。今日はドライビングレンジではなくこのアプローチ練習場とパッティンググリーンをライブしてみたいと思います。沖縄県の名護市出身のカカズです。プロはだいたい何ヤードのところに打ってそこから何ヤード転がってっていうのを全て計算してアプローチしています。ロブショットのようなものも練習してます。ピンの位置はライによって、そうですね、低い球、高い球使い分けてます。パッティンググリーンの方に行ってみます。今日もまた風が強いです。カバヤの車が
小林選手は今トップと1打差の4位タイですね。最終組の1つ前で回ります。水野所属、そして今年で2013年に勝った日本プロの5年シードが切れてしまうので勝負の年となります。でこちらは松村選手、友博選手。おはようございます。頑張ってください。までこちらにいたんですが、今ちょっといなくなってしまいました。この青いウェアはマイケル・ヘンドリーです。当選チケット来ました。あ、よかったです。来週シャシドヒルズで行われるツアー選手権、ぜひお待ちしております。それぞれのルーティンで練習しながら出ていきます。松村選手、こちらでは、テレビ解説の佐藤信人プロが選手のクラブをチェックしてます。おはようございます。テレビの資料ですか？そうです、今日解説なんでそれのクラブチェック。クラブチェック、そうなんです、ね、ほとんど使ったことない。それではこの辺りで今日はライブ配信終了したいと思います。皆様ご覧いただきありがとうございました。日テレ系列で、放送しますので、生放送でぜひご覧ください。ありがとうございました。